78は、ヨハネス・ブラームスが作曲した、バイオリン・ソナタ。第1番を作曲する以前にブラームスは、1853年秋頃に、イタン長のバイオリン・ソナタを作曲した。シューマンは、ソナタの出版を提案したが、ブラームスの判断で破棄されたという。本作は1878年と1879年の、夏に、 オーストリア南部のベルター湖畔の秘書地ペルチャ派で作曲完成された。1877年から1879年までの3年間はこの地で過ごしていたが、この3年間の間にブラームスは公共曲、第2番やバイオリン競争曲なども作曲している。雨の歌の通称は第三楽章冒頭の主題がブラームス自身による 歌曲、雨の歌霊ーリーと作品59から3の主題を用いているためである。これ以外にもバイオリン・ソナタ第2番作品100なども自作の歌曲と主題の関連性が指摘されている。ブラームスは1879年2月16日にクララ・シューマンに送った手紙の中で病床にあったフェリックス・シューマンを見舞うとともにこの曲の第2楽章の主題を送っている。 クララはその後このソナタについてあの世に持っていきたい曲ですと述べるほどの愛着を見せている。第1番はヨーゼフ・ヨアヒムのバイオリン、ブラームスのピアノによって最初にプライベートな非公開の場で最初の演奏が行われた。その後、1879年11月8日にマリー・ヘックマン・ヘルティのピアノ、ロベルト・ヘックマンのバイオリンによってボンにて 公開初演が行われ、その12日後の11月20日に、ブラームスとヨーゼフ・ヘルメスベルガー一世によって再演された。全三楽章の構成で演奏時間は約27分。徒長長、やや凝った複雑なそなた形式による楽章。軽やかで叙情的な雰囲気を持つ第1主題とより楽器のある第二主題で展開される。 音楽批評家の大木正澄は、ズーカーマン版の解説書にて、この第二主題を、ブラームスの書いた最も印象的な旋律の一つと、表している。フレイ一フレイ二編補調調、三部形式で序情と、哀愁が入り混じる、感情楽章。民謡風の旋律が、ピアノで奏され、バイオリンが加わって、哀愁を歌う。第二部は、早々更新曲風の調べで、 この旋律は、第3部で、再び回帰する。フレーサント単調、各曲、雨の歌と、余韻に基づく旋律を主題としたロンド。主題は、第1楽章の第1主題と関連があり、また、第2エピソードとして、第2楽章の主題を用いるなど、全曲を、主題の上で統一している。フレー4、ありがとうございます。